こんばんは。アジ、カンタさん、コモコさん、パオさん、サトシベッチョさん、ゾダン、サイリュウさん、サムさん、イガさん、スカイゲートさん、ケイゴさん、ヤッチマップさん、マイバハさん、お疲れ様です。ヒロシさん、ジローさん、コングマさん、トカエロー、カズリンさん、チャケイスリーさん、おさなちゃん、みなさん、おつさなちゃん、ゾさん、エヴァドラさん、シオさん、ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ダンボさん、クレイチさん、エムキーティー、久しぶり。ティムジー、今日も楽しいライブありがとう。あ、ティムジー、ありがとうございます。今日暑かったね。のお疲れ様でした。コモクさん、そう、今日ね、めちゃね、暑かったね。本当に暑かったですよね、皆さん。本当にケイタロウさん、おつさなちゃん、おつさなちゃんです。ライブおつさなちゃん、ベッチさん、ありがとうございます。トカエロ、ライブお疲れ様です。今日はめっちゃ暑かったね。冷えピタ、かわちかった、ありがとうございます。ただの冷えピタなんですけどね。本当に今日はね、本当に何が暑かったかって、ライブ中はあんま暑くなかったかもしれないんですけど、あの楽屋がね、暑すぎて、びっくりの暑さだったんですよ、もう楽屋がね。さあちゃん、可愛かったよ。めっちゃめちゃめちゃ見てたんよね。カズリンさん、ありがとうございます。カズリンさん、ありがとうございます。たしくん、ライブお疲れ様、ありがとうチョコバナナ残念でしたね。ゴグマさん、そう、チョコバナナ目当てで来たのに、チョコバナナ泣いてどういうことだって。ほんと、いすまるせさん言っても、ほんとにもう目にわかるぐらいしょぼんってしてました。もうで、もうほんとにあのチョコバナナのためにいすまる行ったのに。いや、その他もね、美味しいものいっぱい食べたけどね、あのチョコバナナが目当てだったけどね、なかったんですよ。でも絶対ね、あの行く。ケイタロウさん、ライブお疲れ、ありがとうございます。ニースケ先生、おつさなちゃん、ライブ後も可愛くて尊い。ニースケ、そんなことないです、ありがとうございます。今日はこっそりライブ、あ、そういうこと。カズリンさん、今日はこっそりライブ見てたんですか。特典会行こうとしたけど、めっちゃ混んでて諦めた。カズリンさん、そうだったんですか。でもね、でも来てくださってありがとうございました。めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです。ぜひ次ね、もし来てくださいってか、来てください。で、その時はね、あのぜひ特典会来てください。ベッチさん、ライブおつさなちゃん、ありがとう。ベッチさん、かなさん、おつさなちゃん、お疲れ様です。かなさん、ヒエピタの写真見た。ケータラさん、お、そう、もう特典会中はヒエピタ貼って、もうしのいでたけど、ちょっと聞かなかった。ヒエピタさなちゃん、かわちかったやっちゃん、ありがとう。サシさん、こんばんは。こんばんはです。定期公演確定決定、あ、開催決定おめでとう。ゾさん、あ、ありがとうございます。待って、白鳥さん、リツイートしてないかも。なんですけど、ここで言わせていただくと、リットムーンの定期公演が決定しました。はい、定期公演っていうのは、もうリトムだけの公演、リトムだけが出る、だから台湾とかじゃなくて、リトム主催のリトムだけのための公演がありますということでね、7月中にね、1回あるのでね、皆さんぜひその日は来てくださると嬉しいです。サイさん、おつさなちゃん、おつさなちゃん、ライブお疲れ様でした。朝倉さんもありがとうございます。いちゃ6時さん、さなちゃん、こんばんは。こんばんはです。ベニービバット、こんばんは。こんばんは。リセスいっぱい、さなちゃん、あ、やっほー、ありがとうございます。そう、楽屋が暑かったのね、あじさん。そう、楽屋がもう本当にやばくて、もうなんかクマチーが、あの岩盤浴より暑いっていうぐらい暑くて大変だったんです。チキカワダートに隣の焼肉屋さんでカルビ食べちゃった。おいちとかやろ、あ、見ましたよ、ツイート。そう、美味しそうだったから、んいいなって思ったけど、シャトルもいつも行ったから。で、ツイッターが全く機能しないで何も反応できないです。ケイタロウさん、え、そうですよね、ツイッター不具合起きてるみたいで、シャトルは使えるんですけどね、あの周りの子たちはあんま使えなくなっててね。あれって何なんですか、あのツイッターは。何なんですか、あれ。トカエロ、チョコバナナすまんない、昨日食べたのめっちゃ美味しかった。なんかどんな感じなのか気になる。チョコバナナアイスってどんな感じでした。これってパジャマ、あ、全然、あの普段着って感じです。これはパジャマじゃない。あ、あんま見えなかったかな、リボンついてるんです。いるけ、こんばんは。こんばんはです。ちょっとグッドナイト。ちょっと、もういつもこれが邪魔ですね、この子が。ちょっとどかします。アウチ、アウチ、
あ、ちょっと待って、チョコバナナなんてクレームものね、ベッチさん。はい、もう本当に心を込めて華やかベリーミバターありがとう。いつもレシーさんしかけたんぴさん、本当にそうですよね。ライブお疲れ様でした。帰りの新幹線中、ジークさん、あー、ジークさんありがとうございました。もう本当に来てくださって本当にお疲れだと思うのでね、もう爆睡しちゃってください。もう本当に本当にありがとうございました。次リトライしましょう、いつもレシーさんやち。さやちゃん定期ライブ開催おめでとうございます。友人にもおすすめして休みだったら伺いたいと思います。ありがとうございます、嬉しすぎる。ぜひぜひね、お友達も誘ってさやさん来てください。定期公演嬉しい、コモコさんね、私たちもめっちゃ嬉しい。ソロライブ、ダンボさん、ソロライブってことになりますよね。そう、ソロライブ。わたさんこんばんは、こんばんはです。ひたさんこんばんは、こんばんは。かぶさんおつらちゃん、おつらちゃん。はちとむさんもおつらちゃん。昨日も同じ場所でユズミンがイベントするわね。前日は、あ、そうなの、アジ。うわ、運命かも。毎週何曜日ってあるのかな、定期行きたい別に。毎週じゃなくて、だいたい1ヶ月に1回になります。あ、スコディッシュさんだ。サラちゃんこんばんは、ありがとうございました。今日めっちゃ嬉しかったです、来てくださって。しんちゃん、サラちゃんこんばんは、今日は暑い中お疲れ様でした。しんさん、いや、もう本当にね、しんちゃんとかもう皆さんの方もお疲れだと思うのでね、本当にねありがとうございました。サラちゃんはいっぱい見れるってことですよね、幸せすぎる。とかやろ、そう、見てください、こちらね。なんとね、このリップね、2本いただいたんです。だからね、しかも超可愛い色だからね、ありがとうございます。ということでね、こちらをね、ぬりぬりしていきます。マサラちゃんもう元気ですか。アクタさんもう元気です、元気。アイダマさんこんばんは、こんばんは。ゾさんハート100個ありがとうございます。熱中症になる楽屋ケタロさん、もうね、そのレベルでしたね本当に。はい、サイリュウさんハート100個ありがとうございます。おー、アイラビューだ、ありがとう。トクエロありがとう。ズブズブさん、落ちされちゃう。調子悪いですよね、チーター。青メガネさん、日本語頑張れ。ね、これさ、ちょっとさ、日本語ね、最近ね、日本語は大丈夫って言われる。あ、I love you、 ありがとうございます。またでね、やっちだよね、覚えました。ありがとうございます、やっち、ありがとうございます。ちょっと見てほしい、ここにね。あ、ちょっと手伸ばせなかった、今度見せますね。どこまで読んだ。チョコバナナ食べに何軒回りましたか、しんさん。まだ1軒しか回ってない。今全然ツイートできなくて、ピエンとこやろ。そうですよね、ツイッターね、どうしたんでしょう、ツイッターもマジで。あ、初見さん、ヤスさんだ、ヤスさん。ショールーム始めまして、サラちゃんかわいい、ありがとうございます。ショールームが始めましてってことか。めっちゃありがとうございます、来てくださって。あー、嬉しい。ぜひね、これからね、時間ある時あったら来てくださると嬉しいです。どのばんさんだ、おつらちゃん、おつらちゃん、ありがとうございます。ツイッターに課金しろってことやね、スコティッシュさんですよね。ツイッターに課金したら、まあ、時間は制限がないらしいんですけどね。そんなみんなができるわけないじゃないですかね。ね、リボンかわいいお洋服、ベッチさん、そうでね、これはね、見てください、チーカワ、チーカワピン。ちょっとね、家の中だからつけてみた。課金してみないと600ツイートしか読み込めないようになったの、青メガネさん。600ツイートしか読み込めないで、600ツイートしか見れないってことですかね。普段着がもはやお嬢様、ケドロさん、そんなことないです。冷凍のバナナにチョコをコーティングして生クリームを添えた感じ。ああ、そういうこと。
バナナトロトロでしたしてた。おそうなんだ、美味しい。いかにもチョコバナナって感じでしたよ。あそうなんだあそうなんだ、あ食べたいなさあちゃんチョコバナナ好きですか？あ大好きですよ。でもねお祭りのチョコバナナはねちょっと美味しくない。昨日初めましてできて嬉しかったドドバンさんね、もう初めまして来てくださってもうめっちゃ嬉しかったです。でもねドドバンさん昨日はねスラトリちょっと美女が最悪だったからねもっとね可愛い時に会いたかったですっていう報告。チョコバナナはアイスじゃないよ、普通のバナナにチョコかけて冷やしてるだけ。あだから冷やしてるからアイスって言ってるのかな。ティムジツイッターからインスタにシフトしてます。マイバーハさん、あやっぱそうですよね、そうなりますよね。違いの分かるさ、日本語頑張れ頑張れ。でもねこの日本語頑張れ、あそこで話してたか、日本語頑張れ。でも日本語大丈夫って言われることが最近あるから日本語頑張れ変えようと思っていつも変えれてない。あのウィンクくださいにしようと思う。定期声よろしいですね。それでは新曲どんどん発表しちゃいましょうって無事、はい頑張ります。マロさんどうも、サラちゃんお疲れ様。マロさんありがとうございます。ジルチャートですね、サイさん。そうそうなんです、これね、これジルチャート。単独公演ならいろいろ試せるかもね、イガさん。そうだからね、ちょ楽しみ。えこれササジーのさ、藤田咲ちゃんからサラちゃんのこと聞いちゃったって、これめちゃめちゃ気になるんですけど、藤田咲ちゃんっていうのはあの今日ね対バンだったアイドルの子の中にね、本当にたまたまね仲良くしてた学校の先輩を見つけたんですよ。えみたいな、学校の先輩が目の前にいてびっくりしちゃって。でもアイドルをしてるっていうのは全然知ってて、だけど今日たまたま一緒ってことは知らなくてびっくりしちゃったら、えそうで、ササジがあのそれの初見のチェキを取りに行ってくださってて、くださってて取りに行っててなんか聞いたんですよね。それが何かめっちゃ気になるんですけど、なんかやばいことかな。でもやばいことはしてない。久々にチェキ取らせてもらって緊張でうまく話してたのが悔やまれる。すごいでした。そんな、ね、シャトリーとかね本当緊張する相手じゃない。マジで緊張しないで大丈夫。リップ見てる横顔が良かった。リップ見てる横顔これってこと。ズビデバさん、おつらちゃん、おつらちゃん、リップいいのめっちゃ似合ってますよ。とかやらありがとうございますね。今日はねちょっと白鳥多分ね寝るので、ここに声って言ったらまた3秒で寝れそうな感じなので、今日はね30分から40分の間にねこの配信はね終わりたいと思うので、皆さんぜひね星投げとかね、あとねハート、あは、うん、星投げとかねしてくださるとね嬉しいです。よろしくお願いします。スノリップ塗った瞬間に可愛さが8倍になったぺさん、嘘、ありがとうございます。アリさんだ、おつらちゃん、おつらちゃん、シーさんもおつらちゃん、おつらちゃん。ウエさんはクーラー壊れた時に備えて扇風機持っていかない、持っていかないね。スコティッシュさん、うん、そうですよね。ハムさんこんばんは、こんばんはです。愛してるよさらちゃん。ズビドマさんありがとうございます、ありがとうございます。愛してるなんて嬉しいな。ケタルさん、だいぶ日本語は大丈夫かと思いまする。え、ですよね。イーロンマスクが悪い。簡単に言うとツイッターの社長。ああ。もうそんなことしてたらみんなインスタに行っちゃいますよね。カサさん、おつさらちゃん、おつさらちゃん。定期ライブ行けない代わりにフェスとかいっぱい行くやち。ありがとうやち。もういっぱい来て。ありがとうございます、いっぱい会いましょう。髪飾りを見せる時の玉の横顔がかっこいい。本当に、え本当にね可愛いの、これのチーカはスポットクーラーくらい用意してほしいですよね。ただそう、あのちょっと扇風機もなかったんでね、ちょっとびっくりしたんですけど。いつまでもどこでもビジュアル最高。ケタロさんありがとうございます、そう言ってくださると元気出るわ。パンプキンさん、サラちゃんこんばんは、こんばんは。パンプキン、こんばんは。パンプキン、こんばんは。パンプキン、チョコバナナはほんとサラちゃんに食べてもらいたいな。でも焼きそばも美味しくて、磯丸の夏祭りよき、え今日ね磯丸焼きそばもね頼んでね一口もらいました。美味しかった。ビジが最悪というけど基本がいいから大丈夫。いざそんなことない、ありがとうございます。おに虹ありがとうございます。ゾさんとありがとう、ゾさんありがとう。で聞こえおめでとう、グッズも出ると嬉しいな母さん。おお、ちょっとねそこら辺はお楽しみにお待ちください皆さん。もんじちゅうけいさんだ、おつさらちゃん、おつさらちゃん、おめっちゃ可愛い、ありがとうやち。
なんかめっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛いっていや、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。さあさあ、さき先輩、さなちゃんのダンスすごく褒めてたよ、ステムジありがとうございます。マジか、学校で1、2を争う美少女って言ってたよ、さなちゃん。いや、言い過ぎだ、言い過ぎだ、さき先輩。お眠配信方さん、眠い、昨日に引き続き今日もね、目を閉じたら2秒で寝れちゃう。でもね、今日ね、白鳥ね、何時起きだったと思いますか、皆さん。てかね、皆さんも朝活で早かったと思うんですけどね、朝ほつに皆さん来てくださってありがとうございます。でもね、白鳥は今日朝4時、4時半だっけ、そんぐらいに起きました。ハート1000個やっちゃありがとうございます。徳やらもハート100個、ありがとうございます。緊張しない手は震えけどやっちね、緊張してないけど手は震えてね。日本語は大丈夫だよ、通じてるから、全部通じてるからね、大丈夫なんですよね。そう、ありがとうございます。ベッチュさん、サナちゃんにビチ悪いなんてあるのか、こんな可愛いのに。いやー、もうベッチュさんありがとうございます。全然ある。もうなんかもう毎日あのね、うわーってね、なっちゃうけどね、頑張っていくんだ。今日は 2.9 秒を目指そう、ケイタロウさん。今日はね、でも本当に昨日多分ね、お布団入ってね、もうね、5秒で寝た自信あります、マジで。これ冗談抜きで、寝る前のこともよく覚えてない。定期公演の23日の詳細早く発表してほしいな。あー、そうだそうだよね、絶対行きたい、ありがとうございます。あ、アイラビー、ありがとうございます、ありがとうございます。誰だろう、ティムジーだ、ありがとう、ありがとうございます。ね、今日ね、ちょっと皆さん、もうね、シャートリーね、もうね、ずっとね、あのフラワーノーズっていうコスメのね、あのブランドが好きって言ってたじゃないですか。で、そこのね、人形シリーズが出てて、見てください。なんと今日ロフトに行ったら売ってあったんです。あの販売、え、いつからかな、でも本当に多分昨日とかからかな、販売が始まってるので、見てください、このシリーズゲットしちゃいました。これね、毎回インスタもね、これのやついいねしてて、これこれめっちゃ可愛くないですか、これ。で、毎回ね、このシリーズのやつね、あの発売されますってなってから、インスタに出た写真とかも全部いいねしてたんですよ、どうしても欲しくて。そして今日ロフトに行ったらあってね、めっちゃ可愛くないですか、こちら。他にもいろんな色があったけど、それたいけど、とりあえずこの2つ、はあ、かわいいと思ってね。でも、おしゃれとりはね、もうこの、もうこちら、こちらのね、あの、査定セットでね、もう可愛くなっちゃおう大作戦っていうことでね。あの、でもさ、こういうのさ、あの、TikTok とかでコスメ系みたいな感じで出したいんですよ、出したい。だけど、ちょっと、でも、あの、時間がある時じゃないとできなくて、難しいですね。ちょっと編集誰かしてくださる方がいたら嬉しいって感じ。見に行けるときにタイミングよく敵コインがあったらいいな。なんて都合のいいことを考えてる、慶太郎さん。え、でもね、会いたいですよね。会いたいね、会いたいね、会いたい。で、4時半早いね、しんちゃん。でしょ？でも、想像より早すぎた。だからね、もうね、シャルトリね、もうぶっ倒れる、この後。自分は椅子に座ったまま専門に襲われぶっ倒れたことあるから気をつけて、サイリーさん。大丈夫ですか？早起きすごい、ベッチさん。でもね、今日はね、本当にあの5人だったじゃないですか、7人じゃなくて5人のライブだったから、本当に立ち位置をね、立ち位置がまあその2人分空くのは当たり前だけど、なるべくちょっとよく見せたいっていう気持ちが5人すごいあったから、朝からレッスンして、なるべくね、なるべく立ち位置をちょっと変更させてでやって。でもね、楽しかった。めっちゃ今日のライブは本当に楽しくって、自分自身で、皆さんも、皆さんもこうすごい熱量をシアトリは感じたから、だから一緒に熱くなれたライブって感じで楽しかった。カズさん4時半一緒、本当に？ってことは活動時間多いですよね、今日共に。俺も自分がバンドでライブに出るときに会場のエアコンが急に壊れて泣いた。いやだな、もう本当はですよね、リースケ先生。
あ、そっか、ディンスケ、そうそう、ライブマン、ライブマンじゃ、バンドマン、バンドマンだったってことですよね。サラちゃんはそんな風に謙遜しすぎとも言って、あ、そうなの？だって本当にそんなってことないもん。低生活さん、こんばんは、こんばんはです。その椅子で前後にゆらゆらしてるとゴージャス感出ますね。お、ちょっとあのこういう感じですね、こういう感じ、ふんふんって感じです。さあちゃん17時間も起きてるのかペさん、やばくないですか。17時半も起きて、17時、もうあのもうもうもうショートスリーパーではなければきついでございます。 MKT ハート100個ありがとうございます。100番で12時前ぐらい寝たんじゃない、ケイタロウさんかな、そんぐらいです。さらちゃん、おフラワーノーズ、リュウセ先輩、そうリュウセ先輩が覚えた言葉ですよ。フラワーノーズっていうこのコスメのね、覚えてくださったお名前、めっちゃ可愛くないですか。もう可愛すぎて、もう見つけた瞬間もう、もう発狂しました、えって思ってね。色可愛いもんちちゅうけいさんでしょ。ゲットおめでとう、しんさん、ありがとうございます。何それ可愛い、ベイツさん、めっちゃ可愛いでしょ。人魚姫、そう、伊賀さん、そう、これね、人魚姫、ん、月光人魚シリーズっていう。可愛いサラちゃんに合いそうね、ムロさん、ありがとうございます。スコティッシュさん、これ CM 来るわ。え、もうなんかこういうコスメの CM してみたい、めっちゃなんかもう本当にしてみたいから頑張ります。それって普通のメイク道具じゃないのよね、ケイタルさん。え、これ普通の、普通のメイク道具です。もうこれはただパケがちょっと、パケ地がちょっと派手ですが、普通のメイク道具です。可愛いものを楽しそうに可愛いと話してくれるサンちゃんが本当に可愛い、ありがとうサンさん、ありがとうございます。なんかね、可愛いものを見ると見た時とか、なんか例えば、例えばだけど、今年浴衣着れるって思って何を着るか楽しい、何を着ようかとか考えてる時がめっちゃ楽しい。探しても本当見つけられなかったんですよね、サンちゃん、すごい。トコエロ、トコエロも探してくれてたってこと、ありがとう。でもね、予約販売だったんですよ。だけど前までね、だけどそんなあのちょっとできないじゃないですか。だからね、嬉しかった。ロフトでテンションマックスのさえちゃん、想像するだけで幸せがんごません、キャー、もうね、もうってなってね、本当に編集元データがありやすぎて殺到する。いやいやいや、ハブさんでも本当にね、もう編集する、もう編集っていう、編集さえできればね、このコスメのねやつとかを TikTok に出したいんですよ、めっちゃ。そしたらあの同年代の子とか、なんだろう、女の子とかもう気になっていいねしてくれるかなみたいな。サラちゃんが起きた2時間前に起きました、ゾザン。え、なんでゾザン、なんでそんな早起きなの、ゾザン、ゾザンちょっと寝てください、お仕事ですか。サラちゃんには企画側から無料送ってほしい、フラワーノーズ、あ、無料で送ってほしい。え、だからなんかフラワーノーズの会社に見つかったらいいのになって思ってあげようかな。1ヶ月前から情報欲しい、定期来いのにってやつ、あの早めにって言っときますね。今度はフルメンバーを見てみ、フルメンバーを見てみたい、どの番さん、あ、フルメンバーをですね、あと2人追加されるともうね、さらにね、リットムーンパワーアップって感じでね。ドノバンさん、ぜひ見に来てください。昨日今日どんなふりダンスを変えてくるのか楽しみでしたよ、しんざい。ギャン、え、でもどうなっていたかな、ちょっと不安なんですけど、結果はみんな立ち位置とか歌の対応いいよね、さすがスコティッシュさん。そんな、そんなことない、でも頑張ったのは頑張った。パソコンに向かったまま寝落ちしてて気がついたら椅子で150度くらい体が回れたことあるよ。150度って待って、180度がこれでしょ、で150度ってこういうこと、大変だな、大変だ、ケイタロウさん。だから椅子で寝落ちはブッブッ、もうダメ。ニスケ先生のファンレベルが15に上がりました、ありがとうございます。ゴンゴムさんのファンレベルが5に上がりました、ありがとうございます。サシさんのファンレベルが5に上がりました、ありがとうございます。ステージとフロアで一体になったライブって感じで本当楽しかったよって、嬉しい、おー、うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。松本桃菜ちゃん、丸尾さん大好き。私もインスタもめっちゃ見ていいねしてるんですよ。さらちゃんの世界観は他に見ないくらいふわふわ感があって夢見てるみたいなね。ちびぞうさん本当にですか。もう夢見てるみたいな世界観ってことか。ありがとうございます。なるほど。でも全然夢じゃないんです。定期ですよね。定期いつ、チケットはまだどの番さん、ちょっと待ってくださいね。7月23日にあって、一部二部ありまして、一部が無料で二部一部二部あって無料になってます。でまだチケットはまだチケットは出てないです。はい、まだチケットは出てないですね。でもリットムーンの初の自分たちがだけを見に来てくださるっていうライブだからね、たくさんの方に来ていただきたい。ラビッツと一緒に熱くなれたライブよかったね。8日も熱くするぞ。おお、やっちー。おお、さあちゃんが可愛くて発狂します。ケンタロウさん、ありがとうございます。あ、待って、ともおきさんだ。今日初めて行ったけど、チキのお姉さんも面白くて可愛かった。ありがとうございます、ともおきさん。でチキのお姉さんもね、そう、チキのお姉さんも桜のファンの人だったし、え、ともおきさんもうめっちゃありがとうございました。来てくださって、ゆえわなさん、おつらちゃん、おつらちゃん。普通のメイク道具だとパッケージが異常に可愛いのよね、ケタロさん。え、そうでしょ、異常に可愛いでしょ。上さんにファッション系の営業頑張ってもらおうね。そういう話したい。可愛いって言ってるさなちゃんが一番可愛いです。りゅう先輩ありがとう、ありがとう。もちろんさなちゃんにプレゼントしたくて探してました。どこやろ、ありがとう。本当にできる男だな本当にできる男だな。さなちゃんがワクワクしてる時本当に目が輝いてる。もんじしゅけいさん、うん、ありがとうございます。前日に比べて別アイドルかって思うぐらいにフォーメーションが良くて、私たちも熱くなりました。ささじ、別アイドルかって、別アイドルかって思うぐらいに、まあ、前回もちょっと大変だったかもしれないんですけどね、ありがとうございますね。今度シアトリをね見てくださって、さらちゃんワクワクしてる時、あ、これ読んだか、ありがとうございます。定期公演の前に8日のマーキー祭は行きます。ありがとうございます。そうだ、待ってます。次は109の6層をチェックして、さらちゃんにキャットグエル、ありがとう。もうね、6階やばいですよね。めっちゃ可愛い。109の6階は可愛いお洋服でね埋め尽くされてる。あそこさらちゃん可愛いからコスメ紹介とかしたら人気エグゾペさん、え、なんかやってみたい、やってみたいよ。ありがとうございます。今朝って5時頃一度目が覚めたんだけど、無事に二度寝しちゃって起きたら11時でちた。でちたって11時までシアトリも寝たい。でもね、11時とかあれか、ライブやってる。でもね、あのね、あのケイタロウさん寝れる時に寝ときやってことですね。なんか前友達、寝れる時に寝ときやが生えた時、桜の時とか、なんかバスでメンバーが寝てるのに、なんかわざわざ起こして、あの寝れる時に寝ときやって言って、ちょっと喧嘩みたいなのがあった、ありました。松本桃菜ちゃん、マロさん本当に可愛いですよね。ケイタロウさんラスイオタだったんですね。いや、あの桃菜ちゃん実際にあのお会いしたことあるんですけど、もうレベチです。最近サラちゃん経由でリットムーンに興味出てきました。もちちゅけいさん、嬉しいです、嬉しい。なんかめちゃめちゃそれは本当に嬉しいです。もちちゅけいさん、ぜひお時間あるときに、あのライブ来てくださると嬉しいです。センターの CMV 見たかな、丸尾さん。見ました。もう本当にね、もう制服超可愛いですよね。ささじ
い新橋よ。あ、新橋、新橋か。そう、無料ですってケタロさん。そう、無料になってます。定期公演お仕事終わってから頑張っていきます。本当サナちゃんいっぱい見たいから、とかやろ、ありがとう。お仕事終わって疲れてると思うのに。公式見ておくので大丈夫ですよ、ヨーラさん。詳細ありがとうございます。サナちゃんチケット情報とか言ってくれたのめっちゃ優しいわ、ペさん。いや、あの、だって、いや、全然、あの、ちょっと正確なことが言えてるかわからないんですけど、そんな、ありがとうございます。 CK さん、こんばんは。こんばんはです。チキのお姉さんと同じ公演行ってたと聞いて驚きました、しんさん。え、そう、あの、本当に昔からの桜の父兄の方で、チキのお姉さん。23日は極力予定空けますね、ドドバンさん。ありがとうございます。嬉しすぎるよ。定期公演は普段より長めに MC あるのかな、楽しみ。伊賀さん、そうですね、まだね、いろいろちょっと秘密で。はい、ちょっとね、はい、はい、レッドさん今見ました。遊劇少女も宣伝してきよってさたちが言ってくれたからね、今から宣伝させていただきますね。7月9日日曜日に、あの、遊劇、これ、このタイパンに出させていただきます。こちら7月9日です。で、日曜日です、皆さん、日曜日で夕方ですね。オープンが16時半でスタートが17時で、会場は渋谷クラール渋谷です。だからね、7月2日19時予約開始になっています。ということで、あ、もう19時だからもう予約できるようになってます。こちらリットムーンは11時50分から18時15分でやるのでね、皆さんぜひ来てくださると嬉しいです。さあちゃんも眠いときや寝ときや、ベッチさん、寝たい。さっきまで幕張のフェスに高値込みできた、マルオさん。そうなんだ、そうだったんだ、マルオさん、そうなのか。ありがとうございます。それ、あの、その後に白鳥のとこに来てくださって、ペイさん、わざわざ起こして寝ときやって言って喧嘩になれて全部無駄な流れすぎて面白いですよね。本当に寝かせてたらいいのに、トン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 、寝れる時に寝ときやって言って、その寝てた子がそれだけ言われるために起こされちゃうから、なんで起こすのってなって喧嘩になるって今、持ち曲4曲、カバー割りやらない、質問ばかりでごめんなさい。全然ドローバーズ、ありがとうございます。それとかね、まだね、ちょっと秘密になってるんですけど、今、書いてあったのは2曲って書いてあります。やるのはね。まこまこさん、おつさなちゃん、おつさなちゃん、大月さんもお疲れ様です。まるさん、いすまるすいさしかかたん、ありがとうございます。下向いてるさなちゃんもいいよね、ゆうやなさん。本当に？サラちゃんのおかげで推しに喜んでもらいました。ありがとうございます、CK さん。いやいやいや。いや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 。こちらこそありがとうございます。一番チケット予約できた私たち、すごい！さすが！お前つ。ありがとうございます。8月に東京行くのに、いい宿泊場所がなくて悩み中、慶太郎さん。皆さん、なんかいいとこありませんか？いい宿泊場所。さらちゃん、おしやし、モロさん、めっちゃ嬉しいじゃないか。めっちゃ嬉しいじゃないか。ちょっと、クロールだね、テムジ。ありがとうございます、クロール。12日もチケット買いました。いっぱい応援してます、トコヤロ。ありがとう。本当にありがとう。やばい、もうね、ちょっと目が限界かも。あ、どこも高くて、あ、そういうことか。なんかお安くいいところがあった。無駄に起こされたのは誰だろう、信者。それはちょっと秘密で。エスマルセイさん行かなきゃね、ケイタロウさん、ぜひ行ってください。寝るだけだから東横インかな。ですよね、東横インよくありますよね。お、うん、
さくらさんありがとうございます。カプセルホテルですら1万円近く取られるのよ。しんさん、なんで8月だからそんなに高いんですか。目も可愛さも限界がぶさん。もう眠すぎて頭が働かない。本当に。でもね、私ね、あのゆう配信で寝てたの知ってるんですよ。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、羊が5匹、羊が6匹、羊が7匹、羊が8匹。これ自分で言ってたら寝れなくないですか。木下の猫さん、おつさらちゃん、おつさらちゃんありがとうございます。クロールは得意、クロールだけは得意ですよ、慶太郎さん。クロールだけはね。さらちゃんの目がもう限界になってるよ。大丈夫、ゆうゆうはね、配信で3秒ぐらい寝てたから。眠そうなうさちゃんも可愛いな。リュウジ先輩ありがとうございます。8月は連休だしね、イカさんですよね。疲れてる時は早く寝るにかけるね、木下の猫さん。でもね、おー、うーん、2時ありがとうございます。誰だろう、やっちだ、ありがとう、やっち、やっちありがとう。同じく眠い、眠気て寝ましょう、一緒に。だから一緒に寝る時間を考えましょう。シアトルはね、今日ね、ちょっとやることがあってですね、この後でお風呂も入るじゃないですか。だから多分ね、10時半まで行くと、だからシアトル今日11時には寝ます、絶対に。寝れるかな。だからね、MKT もね、11時に寝ましょう。勝手に絶対眠いのに指定しちゃった、寝る時間。確かに固定コメント書いないとね、どこやろ。あーですよね、待って、 MKT じゃない、ちょっと待って、固定コメント、ウェルカムコメントだよね、これ変えなきゃ。だちょっととりあえず今日は眠いので、あの一回明日ね、明日設定するからね、一回消しとく。はい、さらちゃんちょっと目が覚めた、さらちゃんちょっとは目が覚めた。2時でちょっと目が覚めました。だからね、あと2時が10個来たらもっと目が覚めるかもしれない。っていうのは嘘で、はい、ちょっとね、ちゃんと寝たいと思います。ファンラブの年齢変えなくていいですよ、しんさん。変えなくていいかな。永遠の17歳でいいですかね。さやちゃん、早めに呼んでもいい、マシュマロさくらさん。ね、眠いの無理して起きてると脳にダメージあるなんて。あ、そうなんだ。まあ、バカになりそうですよね、そうしたら。まあ、バカなんですけどね。椅子に持ってかかったら3秒で寝れそう、かっちゃん。え、かっちゃんだ。あー、うーん、虹、ありがとうございます。かっちゃん、かっちゃんありがとうございます。ツイッター使い物にならんから適当でと思うよ、サジ。使い物にならないですよ、ほんと。眠もう眠いよね、ケタロさん。いつもその時間だから OK、 MKT 女のもんに一緒にすって。サジは3歳、お眠かわいすぎ、マロンさん。3歳じゃないもん。一瞬の寝落ちって本人は長時間に感じて焦るんだよね、しんさん。え、わかるかも。ゆうやらさん、昨日京都5人で大変だったもんね、お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっとね、大変だったけどね、でも来てくださった皆さんがありがとうございました。さやちゃん、1分くらいなら配信寝ても大丈夫説、くさん。確かに大丈夫かもしれないけどね、1分も寝たらね、多分10分は絶対に寝るし、目がしょぼしょぼ。目がね、目が。皆さんに別
ちゃんさ、シタトリの気持ちが伝わりすぎててさ、あのさ、自分さ、もうね、あのね ダメだ、ダメだ、シタトリね、疲れるとね、笑っちゃうんですよね。だいぶ無理っぽい目、そんなことないよそんなことないよあ、そう、目がね、しょぼしょぼしてるんだよね。違う、本当にね、目がね、目だけね、疲れを取ったら大丈夫なんですよ。もう体元気なんだよね。そう、目だけ疲れを取ったら大丈夫なんですよ。目と脳を休ませたらね、ずっと、あ、虹だ虹、ありがとうございます。なんてるだろう、虹好き先生、ありがとうございます。はいということで、シアツの深夜テンションでした。違う、深夜じゃないな、眠テンション。疲れてると笑っちゃいます。モンチチョケースさん、ほんとそうですよね。なんで疲れてると笑うの？レッスンとかもそう、疲れてると謎に笑いたくなるんですよ。ちょっとね、これで運動して、ちょっと、そうだね、目薬一回刺します。ちょっと目薬一回刺します。あいててててて、あいててて、道路で高校のモノマネしちゃいました。牛ってこと？文字チェックよさんあれってこと？飲まなくても酔っ払いちゃった視野テンション壊れた壊れちゃう。骨骨さんだ、おつらちゃん、お疲れ様です。だいぶ無理っぽい目って面白い。もう壇上読みはスクショもいらんからおやすみさだしね。なんかね、ちょっとね、あのね、え、頑張るよ。1分7時間寝るはず、ケイタロウさん。だからほんとにダメ、あのちょっと寝るとかもやっちゃダメ。いきますよ。これスッスするんですよ。これ海岸。はいはい。でもね、ほんとにね、このあとね、12時まで、今日の12時までに提出しないといけないね、ものがあるからね、本当にね、頑張らないといけないんですよ。だから皆さん、ちょっと一回シアトルに、元気ください。頑張れって、もう、やれ、おめえ、ちゃんと頑張れよって言ってください。伊藤さん、おつらちゃん、お疲れ様です。ありがとうございます。じいさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、りょうちんさんも、こんばんは。ありがとうございます。来てくださって。目薬先生も眠そう、コンコさん、はい頑張れって、ありがとうございます。なあ、ありがとうございます。元気出た皆さんいっぱい、おはいともいっぱい、ありがとう、元気でおいっぱい元気出た。おわ、皆さんありがとうございますいっぱい元気、いっぱいありがとうございます。なあ、アイラビューもありがとう。お、やっちありがとう。え、待って、サトシーファイトのやついっぱい飛び交ってたら分かんなかったけど、めっちゃいっぱいありがとう。サトシーも、木下の猫さんも、ゾさんも、さくらさんも、ベニービーバットも、ありがとうございます。ファイトの、わー、ありがとう、元気出ました。9日のライブ撮ってきたウクリッツさんも、ありがとうございます。おりゃーってね、おー、頑張る、りょう先生っぱい、頑張れってね。皆さん本当ありがとうございます。めっちゃ元気出ました、皆さんの頑張れがね、シャトルのね、体内にね、染み渡ったんで、もう頑張れる。ちょっと一旦スクスタイムは置いといて、壇上の方読ませていきますね。はい、1位ヤッチありがとうございます。2位ゾさんありがとうございます。3位にじつき先生ありがとうございます。4位さくらさんありがとうございます。5位とくやろありがとうございます。6位キムジありがとうございます。7位かっちゃんありがとうございます。18位 MKT ありがとう、18位大丈夫か、8位 MKT ありがとうございます。9位スカイゲートさんありがとうございます。10位サイリュウさんありがとうございます。11位サチさんありがとうございます。12位ササジありがとうございます。13位マシュマロさくらさんありがとうございます。14位コモコさんありがとうございます。
15位ハゲカッパさんありがとうございます。16位カンタさんありがとうございます。17位ゴンゴンマさんありがとうございます。18位ケイタロウさんありがとうございます。19位ケイゴさんありがとうございます。ファイト入れたから頑張れ、ワンフレーズ頑張れ頑張れ頑張れ、不器用なファイター、笑顔が作る魔法のエネルギー、頑張れ頑張れ頑張れ、不器用なファイター、今一瞬をこの瞬間を超えていくために、週の初めたたたたん、頑張れ。はい、頑張れるね。わ、じゃあ11位入った、初めて、ケタロウさん、おお、うん、おめでとうございます。それはケタロウさんがね、いっぱい来てくださるから、スマイルスマイル頑張れ。じゃあ皆さんバイバイ、お疲れ様でした。皆さんバイバイ、皆さんバイバイ、バイバイ、バイバイ。